静岡市葵区大岩に老舗のケーキ店があります。その店先に並んでいるのは見て楽しむためのオリーブの木です。静岡市葵区にあるケーキ店、色とりどりのケーキとともに店に並んでいるのは観賞用のオリーブです。このオリーブを育てているのは店のオーナーの息子さん、鳴岡修一さんです。これがすごくなんかシンプルなものはだんだんこんな形になっていくんです。はい、そうですね、ハサミを入れることによって、はい、どん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 脇芽が増えてくるので、日本の茶器の中に洋風のオリーブを入れて、この中で一つの木としての世界観を出してるんですけど、この小さい中で花が咲いて実がついてっていう、これだけでも四季を楽しめます。オリーブの魅力に取りつかれた鳴岡さんは、実家であるケーキ店に全国的にも珍しい観賞用オリーブの専門店を開きました。目指したのは盆栽の世界。50種類のオリーブを育てています。これも、まあ、一種盆栽のようなものって考えてよろしいですか？そうですね、もともとはスペインの農場にあった大きな木をここまでカットして、はい、うん、あくまで観賞用としてご家庭でもオフィスでも楽しめるように仕立ててあるので、こちらでだいたい80年とか100年くらいは経ってると思います。ちなみにこれでおいくらくらいのものになるんでしょう？これでだいたい40万円から50万円くらいは。いいお値段ですよね。そうですね。一般のお客さんはもちろん、住宅展示場もお得意様です。オリーブ何点か飾っていただいたんですが、買って買われる方がかなり多かったですね。家を売ってるんですけどオリーブが売れちゃうみたいな。今では遠くからもお客さんが来る年商およそ1000万円のビジネスに育ちました。いろんなところから僕の好きな形のオリーブを持ってきて、こう皆さんに生活の中で楽しんでもらえるように頑張ろうと思います。食べたり油を絞ったりするのではなく、見て楽しむオリーブ、新しい切り口のビジネスは順調です。